ちゃこんにちは。はい。あら、野球少年がいるここに。なんでよ。あの少年というかじいさんがな。いや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 、あの野球少年のような純粋な目をしていましたねというコメントも来てるんですが、はい、前回グラブか。そうです、グラブです。豊さん行ってきたんですね。やっぱりいろいろね、勉強になるな。その昔と昔と今の、まあ、例えばグローブの使い方だとか、うん、まあいろいろ違うし、うん、ではめた感じも全然変わってる部分もあるし、はい、だから本当にあの、まあ、時代とともに進化する、うん、まあ、これ当たり前のことかもわからないけども、はい、でもやっぱこうすごく新鮮だったな。そう、現役の時っていうのは、はい、実際に行かれたりとかそういうチャンスってあったんですか？いやー、お店に行くっていうことはないわ。やっぱ業者というかメーカーと契約してるから、はいはい、メーカーに言えば、うん、それ相応のものは持ってきてくれる。うん、でそうはめてみて、はい、もうちょっとこうしてほしいとか、うん、まあ、要望があれば言ってるし、はい、いやだからまあまあその店舗に行くことっていうのはなかったけども、うん、店舗に行ってみるとやっぱ楽しいな。あと誰々モデルとか、はいはい、いっぱいあるじゃないですか。あるよ。そういうのも昔はなかったんですか？いや、あったあったんですか？我々が子供の頃っていうのはなかったんだけど、はい、まあ王さん長嶋さんぐらいはあったかもわからんけど、うん、それ以外はそこまでなかったと思うんだよね。で我々が現役になった時は、はい、それなりの誰々モデルとか、はい、まあそういうのはあったよね。多分今だとやっぱり人気なのは坂本選手だったり、はい、今宮選手だったりとか、はい、まあ、源田とかね、源田選手とか、はい、やっぱそれぞれはめると若干やっぱり、いや違う、特徴がある。やっぱりその特徴を感じられるだけでもすごい楽しいよね、うん、そうですよね。でそのプレーが想像できるというかさ、うんうん、だそういう意味ではそのぜひね、はい、なんていうの、その店舗に行って、うんうんうん、こう見るだけでもいいから、うん、そしたら欲しくなるよ。いやそうですよね。いや欲しくなる。だからもう思わず買っちゃったけど思わず買っちゃった思わず買っちゃった。もう練習しないとですね、それ使って。まあなあ、うん、まあ、練習するほどこう体が動かないけどさ、やっぱこうグラブをはめて、うん、その感覚を味わうだけでも、うん、やっぱちょっと違うっていうかさ、我々の頃は5本、うんしっかり指にはめてたんだけど、はい、今2本を小指の方にはめてっていう、はい、まあ内野でも外野手はそうやって使う人も多かったんだけど、内野手で使う人っていうのはそれはほとんどいなかった、はい、でもそういうグラブになってるし今は。変わってきてるんですね。変わってる変わってる。だからまあそういう意味からするとやっぱこう面白いよね。なのでね、今親御さんとかでうち の息子野球やってます、はいはい、内野手やってますなんて方いらっしゃったら、ぜひ一度ね、例えば夏休みの自由研究でも面白いですし、うん、なんか課題でもなんか、いや、あのね、うん、昔、まあ、お父さんが野球やってる人だったら、はい、今もう全然違うし、バットの重さも違うしさ、うん、スパイクの刃の位置、細かく言えばもう違うし、だからもう全然違うよ。そうなんですね。いやだからそれは自由研究って言ったけど、はい、いや昔の人の話を聞いて、うん、現代に結びつけていけば、はい、こう歴史がこう辿れるっていうかさ、そうですよ、ね、そういう意味では面白い。まあバットの動画も上がってく、はい、くるから。ああそうなんですね。まあ、バットも全然違うな。やっぱ時代だな。そうなんですね。どんどんよりこう精密にというか細かいところまでとか、やっぱね極端に変わったのは重さだな。今の方が重いんですか？いやいや軽い。あ、軽いんですか？今900台のバットを使ってる人ってほとんどいないんだよね。でも軽くて飛ばせるってことなんですか？軽さが反発を使うっていうボールの昔と違う。いや昔はね、まあ、この前岡田さんとも話したんだけど、うん、監督とね、うん、岡田さんどのぐらい使ってましたって言ったら、うん、950ぐらいやなって、うんうん、でまあ、甲子園とか砂とかつくじゃないバットに、はい、うん、で最終的に測ったら990ぐらいあったぞって、そんな重さになるんですか？いやいや俺でも920から30使ってたから。いやそうなんだ。でバースが、うん、あいつはお前1キロちょっと使ってたからなって、で借りてフリーバッティングすると、うん、やっぱバットの重みで飛んでいくんだって、うん、だからあいつのバットでフリーバッティングだったらほとんど入ったわ言って。あ、そうなんだ。いや言ってたけど、はい、今はねもう逆に球速いしちっちゃい細かい変化があるから、うん、操作性の強い操作性の高い
そういうバットをねみんな使いたがると、うんうん、いうことで我々の時と発想はなかったな800台を使うって。いや夏場とか重いなとか言ってもこれもうちょっと軽くできないってまあ業者に頼んでもさ、いやもう急速乾燥するから、うん、そしたらバットが持たないって言うんだよ。あ、そうなんですね、うん、だからそれはできると、はい、軽くはいくらでもできるんだけどそれはねもうバットが持たないですよって言われて、まあ夏場920ぐらいうんで普通だったら30ぐらい、はい、これを使ってたけど、で今はそういう技術がね、うん、発達してそういう風になってるんだろうな。いやだから例えばね大谷選手モデルとか出れば、まあ、本当に小さいお子さんとか中学生高校生はやっぱり使ってみたいとか、そうな、大谷みたいになりたいってお子さんもいらっしゃるんで、うん、ですよね。まあそうだな、うん、まあイメージは湧くというかさ、はい、まあグラブをはめただけでもう今宮のイメージが湧いたり、うん、まあ源田のもあったけど源田のああこういうイメージだなって、うん、まあバットでもそうだよね、はい、大谷って、うん、ああこういうイメージかみたいな、うん、まあそういうのはあるよね。あのぜひまだね動画ご覧になっていないという方、はいはい、あのこの1個前の動画に上がっているのでぜひあのご覧いただいて、またさらにまだチャンネル登録をしていないという方いらっしゃればぜひあのこの動画を見終わった後、簡単です、あの ポチッと押せばいいだけなのでもう本当頼むわほんまに50万人もうちょっとなんだよ、ね、もうちょっとなんですよ、みんなよろしくお願いします。あと豊さんにも、はい、例えばこんなことしてほしいとかこういうちょっと野球の理論のこんな面白いところがあるので豊さんちょっと行ってみてくださいとか、うん、皆さんの周りにありましたら情報をお寄せいただければコメント欄に。今度行くけどね、あ、またいいですか、体の解析というかさ、体の使い方どうやったらいいパフォーマンスが出せるかとか、 ある選手ね、ある選手、ある選手を教えてる方のところに行きますんでとか行ったりとかまあするから。そうなんですね、うん、ある選手というのはもちろん 誰しもが知る。いやそれはもうプロ野球選手よ、それも行ってくると。今度、まあ、行ってきてどういうふうなパフォーマンス、まあいいパフォーマンスっていうのはどういうところの筋肉がとか、はい、まあ、そういうところなんだろうけど俺もちょっと興味があって、はい、まあ、ぜひ行って話を聞きたいという。あ、ちょっと楽しみです、ね、まあまあ外にもね、ちょ、うんうん、たまには出たいよね。そうですよね、なんか空気を吸ってね。そうですよね、はい、なのであの皆さんぜひそういったねこんなところに行ってほしいですっていうのあればあのコメント欄に書いていただければ。そうだね、はい、はい、行きたいですよね。行きますよ、はい、ちょっと前振り長くなっちゃいましたが、そんな中大谷選手がリーグ単独トップとなる36号のホームランを打ちました、はいはい、素晴らしい。オリンピック期間中も順調に伸ばしてたんだけど、はい、あのオリンピックでな、うん、ちょっと薄まっ、まあ、まあちょっと薄まってるというか、はい、まあでも順調に来てるな。そうなんです、36号これでリーグ単独あのもうトップに立ちました。でこの日はベッツも復帰してベッツもツーランを放っていたということで、はい、まあ今回は左中間にね、はい、まあ、打ったけど、はい、まあ、左中間に打とうが、うん、右中間に打とうが、はい、なんかこうホームは変わらないというかさ、変わらないです ね、 ね、触れない、もうなんかこう再現性が高いというかね、はい、だからまあ日本で間近で見るんだったら近藤健介のようなバットのコントロールだよね。あ、そうなんですか。あれにプラスパワーをつけてるという、うん、なるほどね、まあ、コンちゃんもパワーついてきてるけどね、はい、まあだから多分ドライブラインでコンちゃんは全くロスがないとスイングで、うんうん、もう完璧だと言われるぐらい素晴らしいスイングをしてるんだろうけども、うん、まあ大谷もそうじゃないかなと思う。そうですよね、やっぱり本当ブレないですもんね。で、今日はですね33個目の盗塁も成功させたので、はい、まあ先週かな以前かな、もう30-30はもうクリアってなったんですけれども、まあそうだね、こうなってくると50-40 か50-40、なんだよ50-50でいいじゃん。50盗塁はあと 何個だよ、10何個だろ。そうなんですけど、あと17個ですね。17個ぐらいいけるよ、お前。二刀さんといけるんだから。っていうことは、そのホームランを出してしまうと盗塁は減るので、例えばヒットとかフォアボールとかの時に走るっていうことですよね。で、このペースでいくとホームランは、49、まあ、50本いってほしいな。いってほしいですね。まあ多分俺行くんじゃないかと思うけどね。50行く。エンジェルスの時は、まあ、申告敬遠だとか、はい、いろいろ、まあ、大谷さえマークをしとけばっていうことがあったじゃない、うん、ドジャースの場合はやっぱり勝負しないと他のバットも優秀だから、はい、そうなんですよね。
だから割と勝負をする機会が増えてくるだろうし、はい、だからそういう意味では行くような気はするけどな。そうすると50本行くで、盗塁が今33個なので、あと17個はどうでしょう、シーズン行けそうですかね。いや、そこの大谷が 狙うとしたら俺行けると思うよ。これ40個はもう必ず行けますか、あと7個の。ああ、40個は行ける。そうするとまず50-40 を、50-50 なんかしたことないな。 50-50 ないですよ。 50-40 もこれいないと思いますよ、確か。まあ確かに 40-40 はいそうだよな。 40-40 はいそうな気するんですけど、 50-40 とか 50-50 になってくるともう いないはずです、確か。だよな。はいはい。特にピッチャーをやっていないので、よりその確率っていうのは、いや、それは全然ある、全然ある、うん、だからまあ本人次第だな。本人がやっぱこう、はい、まあ、走りたいっていう意欲にかかれて、意欲にね、駆られて、はい、うん、で50を目指すってなってくると50いけると思う、うん、いける。だからやっぱこう足との相談とか、はい、まあ、いろんなこともあるだろうし、前との兼ね合いとか、はい、まあ、いろいろあるだろうから、うん、まあ、走らない方がいいなっていう時もあるし、うんうん、走ってもいいなっていう時もあるし、はい、で走ってもいいなっていう時に意欲が湧くかどうか。なるほど。それ本人、それと計算、あの牽制があるでしょ、向こうは、はい、計算の回数っていうのがあるし、牽制、はい、いや、だから走りやすいっちゃ走りやすいよね。そうですね。だから本人が走ろうと思ったら走れると思う、うん、50は。そうなんですね、うん、いや、でもここに来て、まあ、ベッツ選手も復帰してアーチ放って、さらにあの加城投手が左肩手術から復帰して4試合目でようやく今季初勝利も今日できたので、はいはい、チームとしては非常にいい勝ち方というか、いや、もうね、何か先にこうつながるというか未来を見せてくれる。やっぱワールドシリーズで世界一を目指してるでしょ、はい、あの大谷を取ったし、うん、まあ、そこに大谷が応えてくれてるし、いや、だからやっぱ今シーズンは大谷がワールドシリーズで、はい、まあ、なんか MVP を抱えてるような、はい、なんかそういうのが想像できるけどね。そうですよね、見たいですよね。まあ見たいな。でもここからどうなんですか、まあ、8月9月となっていて、大谷選手の8月9月っていうのはそのペース的にもその調子的にも一旦は下がるんですか。やっぱりね、優勝目指してるチームだし、うん、集中力がガーッと上がってくると思うよ。あ、こっからは、うん、ただマークも厳しくなるっていうことは確かだけどね、うん、まあでもマークはもう常にされてるからさ、はい、その中でこれだけの数字を残しながら来てるから、うん、ペースは俺は変わらないと思う、うん、ただ勝負してくれるかくれないか、そこですよ。まあでもやっぱこうエンジェルスの時から比べると絶対してくれるから、うん、でもそれは絶対ものにすると思う、うん、だから大丈夫だな、気にせずに。まあでもリハビリ中っていうのは忘れない。そう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 、そうそうだ、リハビリ中なんですね。まあ、あれも言ってたからね、うん、彼はリハビリ中だぞって。そう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 、オールスターの時ですよね。そうですよ。誰だっけ、ヤンキースの、ね、ジャッジジャッジも言ってたからね、はい、彼は、リハビリ中だぞって。そう、多分この動画見てる、見てますね。あ、別じゃない、ジャッジはね、うんうん、その中でこの数字を残してくるっていうのは、うん、なんか打者だけではどんな数字を残すんだろうっていう、うん、なんかこう見たいなと思ってた夢を叶えてくれてて、 その期待にもう応えてくれてて、うん、もうすごい選手だね、やっぱな。これもちろんね、そのホームラン王っていうのもありますけれども、はい、例えば三冠であったりっていうのは、うん、そのあたりってどうなんですかね。まあどうなんだろうね、まあ、2割9分台ですけれども、うん、今打率やっぱもう3割超えていかないといかんだろうしな、うん、まあ打率が問題だな、やっぱりね。打率これから本当にマルチはもう当然打っていかなきゃいけないし、はい、まあ猛打賞っていうことも何回もやっていかないと、うん、そうですよね。今現在で打率が2割9分8厘、はい、でホームラン36本、はい、で打点が85、はい、で、まあ、盗塁の数が33と。ただ打点がちょっと少ないな、ちょっとやっぱり1番打ってたしさ。そうですね、うん、これが4番だったらもう全然違うね、打点になってるけども、うん、打点がホームランの数から比べると打点は少ないよね、うん、だからこれはもう打順の関係があるから、はい、まあ、これは仕方ないけども、うん、まあ、三冠王ってなってくるとやっぱ打順が3番とか4番ぐらいにならないと、うん、ちょっと厳しいかなと。
まあ、そこはじゃあ打順の兼ね合いなのでまあまあってことなんですね。まあ、それでも食らいついていってるからね。そうですよね。すごいよ。確かに。だとするとやっぱりね、40-40 だったりとか 50-40、50-50 の、いや 50-50 が見たいな。これはね、前人未到じゃないですけど、まあ、やってくれるでしょう。まあ、見たい。いやいや、やってほしいです。大谷翔平だもん。確かに宇宙人ですからね。そうだ、確かにやってくれるかもしれないですよね。ね、またあのこの動画の時にね、いつも撮影の時には大谷選手がホームランを打ってくれるということで、また次回の撮影の時にもこういったお伝え方ができたらいいですよね。まあそうだな、はい、で冒頭でも話しましたが、ぜひ皆さんあのチャンネル登録も、はい、いや本当そうだよ、ね、いろんなあの動画の内容コンテンツ、あの楽しい、ね、ジャンルのやってますので、あ、TikTok もあのやってるので、やってんだ。そうなんですよ、本当に。あのこういうわけじゃない。あの富吉さんもね、はい、あの TikTok やられてます。知ってます？マーケター、マーケター、またマーケターチームの大好きな吉本。まあまあそうだな。はい、やってます。TikTok も私毎晩ちょっと野球の話をしているので、はい、あの合わせてね、まあ、ぜひご覧になっていただければと思います。はい。